沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾現地のツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。さて、今回の台湾旅手帳は、台湾西南部のサスの海岸風景と題しまして、台中から高雄までの海岸の景色を見ていきたいと思います。台湾の西部海岸は砂浜が多い海岸が続きます。またこの地域には台中、台南、高雄などの台湾有数の大都市が海沿いに点在しており、それぞれ独特の雰囲気を持っています。かといって人口密度が非常に高いわけではなく、松下、雲林、そして嘉義、台南と台湾で最も広い平野が広がる場所でもあり、台湾最大の穀物庫ともなっています。海沿いには牡蠣の養殖棚が広がり、素朴な海沿いの町々にもそれぞれ独特の文化があります。そんな様々な異なる種類の魅力にあふれる西南部の海岸線、この番組では海岸の風景だけではなく、近隣の観光スポットやグルメ情報なども合わせて紹介していきますので、最後までお楽しみください。台湾西南地区の海岸は海岸の生態が最も豊富で経済価値の高い海岸といえます。西南海岸とは、北は台中の台安系から南は平東の広平系までを指します。このエリアは北港系より北が泥質海岸となっているほかは、雲林、嘉義、台南、高雄沿海は干潟、砂州、石湖、海岸湿地などです。こういった地形により、西南海岸は数キロごとに大小さまざまな漁港が存在します。頻繁に出入りする漁船を見ると、西南海岸は極めて経済的価値が高い海岸であることがわかるでしょう。今回の台湾の海岸を空から眺めるシリーズでは、西南地域のサス海岸の風景と題して、台中の海岸から台中、松下、雲林、嘉義、台南、高雄各県や市の沿海地域を訪れ、経済的価値の極めて高い海岸風景を俯瞰したいと思います。台中海岸は台安系と宇系の間にあり、海岸線の長さは 41km に及びます。その北部地域は台安、台江、2本の河川の河口の沖積平原で、潮の満ち引きの大きな干潟として発達しています。台中は山を背に海に面した自治体で、
大都丘陵に沿った海岸線が南北方向に伸びています。清水地区付近の海岸平原は大都系大地と隣接しており、切り立った崖の高さは150メートルに及びます。主要河川は大安系、大江系、雨系などで、すべて宇治津地区で大都系に合流し、西側で台湾海峡に注ぎます。これらの河口の川床の堆積作用は大きく、沿海地区に砂州、泥質の浜、砂浜、干潟、湿地などの地形を形成します。とはいえ、東北からの季節風が大江系、大都系の流差に吹きつけるため、大江系、大都系の両側にはそれぞれ4キロに及ぶ防砂堤が建設されており、この場所を砂や波から守っています。雨渓から濁水渓までの松下海岸はその海岸線が61キロメートルに及びます。この海岸では雨渓、濁水渓および大江系が運ぶ砂で沖積平原を形成しています。浜辺はおしなべて平らで、引き潮の際には干潟が5キロメートルに及び出現します。